ボギンスカヤです。なおここまでこの跳馬はやはりルーマニアのシリバスの 9.90 が最高、まだすべての選手それを上回っていません。ボギンスカヤの跳馬、一瞬足がちょっとこう交差しそうな感じだったんですが、着地どうでしょうか。でもかなりいいですよ、で着地もまあ決まってますので、はい、まあ、9.875 の次となると、まあ、同点の可能性は出てきますね。そうですか、はい、少し前後に足がずれてるんですね、それで交差したっていうふうに見えたかもしれませんね、まあ、着地は足は平行の方がいいんですけれども、はい、このボギンスケアも跳馬得意の選手で、ジュニア選手権の際跳馬種目別1位になってますからね。しかし何度見ましても高いですね。そうですね、まあ、ああいう前後に足をずらした形での着地っていうのは、まあ、少しは安定してしまうので、それはどういうふうに評価されるかですね、審判の方に、はあはあ、この女子の審判は審判員6人とそれから主任審判1人とで採点するわけですけども、ボギンスカヤの得点、ああやはり高得点出ましたね、はい、9.90 です。 9.90 最高のシリバスに並びました。 9.90 ボギンスカヤ、なかなかいい得点です。